撮影現場で発覚。平野翔が叫んだ嘘だ。難しい、の真相。新 CM で見せた驚異のテクニックとは。平野翔がイメージキャラクターを務めるボシュロムジャパン株式会社の一例コンタクトレンズ、ボシュロムアクアロックス・ R シリーズ。その新しい TVCM、続プテキ男ペンが、 2023年6月27日から全国で放送開始されることが発表されました前回のしたたる男編ではコミカルで笑いを誘うシーンが特徴的でしたが今回は大人の雰囲気を持つ演出にパワーアップしています四方八方から包み込むように噴射される水の隙間から平野の美しい目に焦点を当てたスタイリッシュな演出が見どころです乾いた愛より 滴る愛16時間もレンズ水分が持続といったキャッチコピーが強調され、前回同様、平野が水に滴るシーンも再現されています。この CM は、16時間潤い続く、滴るレンズを平野が実際に体現する形で、商品の特徴を視覚的に伝えるものとなっています。撮影現場に到着した平野は、シックな濃紺のシャツを身にまとい、元気よく登場しました。 今回の撮影は2回目ということもあり、スタッフとの談笑も弾んでいました。椅子に座る平野を囲った5本の発射口から順番に水が噴射され、その水を避けるという難しいシーンの撮影からスタートしました。事前にスタントマンが練習を重ね、見本として実践する様子を見て、平野は、嘘だ。難しい、としゃがみ込んで苦笑いしました。しかし、入念にチェックを重ねた後、 いいよいよ本番が始まりまりしたスタートから5テークほどは、勢いのある水をうまく避けられず、顔や身体に当たってしまい、全然見えないよ、と笑いながらも苦戦していました。しかし、回数を重ねるごとに平野の動きはキレを増し、ダンスのような美しい動きで水を避けることができるようになりました。これには撮影現場のスタッフも、さすが、と簡単の声を上げました。 難しい撮影にもかかわらず、平野は嫌な顔一つせず、前向きな姿勢で臨んでいました。続いて、平野の目にフォーカスを当てるシーンの撮影が行われました。水を華麗に避けながら、彼の美しい目をカメラに向けて披露するこのシーンは、監督から、完璧、かっこいい、と絶賛されました。平野の明るい性格とサービス精神は撮影中にも頻繁に見られ、 スタッフとの会話や撮影のクランクアップ時にはカメラに向かってポーズを取るなど、和やかな雰囲気が漂っていました。この CM の撮影エピソードから見えてくるのは、平野翔のプロフェッショナルな姿勢と、困難に立ち向かう姿です。特に印象的なのは、初めて挑戦する難しいシーンでも諦めずに取り組む姿勢です。これは彼の俳優としての成長を感じさせるものであり、 同時に彼の人柄の良さを伝えるものでもあります CM の内容自体も非常に魅力的で視聴者にとって記憶に残るものでしょう特に水を避けながらも美しい目をカメラに向けるシーンは商品であるボシュロムアクアロックス R の特徴を見事に表現しています16時間続く潤いという商品の強みを視覚的にわかりやすく伝えるこの演出は 視聴者に商品の良さを強く印象づけるでしょうまた平野の明るく親しみやすいキャラクターもこの CM をさらに魅力的なものにしています撮影現場でのエピソードからもわかるように平野は常に前向きで周囲のスタッフとも良好な関係を築いていますこれにより撮影現場の雰囲気が良くなりより良い作品が生まれるのだと感じましたこのように平野翔が出演する オシュロムアクアロックス・ R の新 CM、属クできる男ペンは、多くの視聴者にとって興味深いものとなるでしょう。彼の演技と商品の特徴が見事に融合したこの CM は、視聴者に強い印象を与えること間違いありません。今回の撮影エピソードを通じて、平野翔という俳優の新たな一面が垣間見え、彼の今後の活躍にも期待が高まります。この CM が放送されることで、 多くの人々がボシュロムアクアロックス R に興味を持ちその魅力を実感することになるでしょう平野章の努力とプロフェッショナリズムが詰まったこの作品をぜひ一度ご覧いただきたいと思いますそして彼のこれからの挑戦や成長を引き続き応援していきたいと思います視聴者としてこの CM を見ることで感じるのは単なる商品の宣伝を超えたエンターテインメント性です 平野翔の魅力的な演技と視覚的に美しい演出が融合したこの CM は視聴者にとって新鮮で楽しさを提供してくれるものです。また彼の挑戦する姿勢やプロフェッショナリズムに触れることで視聴者も勇気づけられることでしょう。この CM が放送されることで多くの視聴者に商品がどのように受け入れられるのかを考えると非常に興味深いです。平野翔のファンだけでなく 彼をを初めて見るる人々にも強い印象を与えるでしょう。彼の演技はもちろんのこと商品の特性である16時間潤い続くという点も強調されていますこれが実際にどれだけの人々に商品を試してみようと思わせるかがマーケティングの鍵となります商品の特性と CM の内容がこれほど見事に融合しているのは広告制作の成功と言えるでしょう 視聴者に商品のメリットを伝えるだけでなくエンターテインメント性を持たせることで記憶に残る CM に仕上がっていますこのような CM は単なる商品の宣伝以上のものを提供し視聴者に感情的なつながりを持たせることができますさらに平野紫のファン層は非常に広範であり若者から大人まで幅広い年齢層に支持されていますこの CM を通じて 彼のファンが商品に興味を持ち、実際に購入すす。る可能性も高まりまり彼の持つ影響力を考えるとこの CM が商品の売り上げに与える影響は大きいでしょうまた CM 制作の背景には多くの努力と工夫があることを忘れてはなりません平野翔がどのようにしてこの難しいシーンをクリアしたのか彼のプロフェッショナルな姿勢には感服します 彼の努力と根気強さは、多くの人々にとってインスピレーションとなるでしょう。彼のように困難に立ち向かい、成功を収める姿勢は、私たち自身の日常生活にも応用できる教訓です。さらに、CM の成功には、制作スタッフの協力と創造性も欠かせません。監督やカメラマン、スタントマンなど、多くの人々が一丸となって一つの作品を作り上げる過程は、 まさにチーームワークの賜物です撮影現場でのエピソードからもスタッフと平野の間には信頼と尊敬の念が感じられますこのようなチームワークが最終的に高品質な CM を生み出す基盤となっています最後に平野翔がどのようにしてこの難しい撮影を乗り越えたのか彼の努力や工夫について考えてみるのも興味深いです彼がどのようにしてこの CM の撮影に臨み どのように成長していったのか。その過程を知ることで、私たちもまた、自分自身の挑戦に対する向き合い方を見直すきっかけになるかもしれません。新しい CM、続々できる男編を通じて、平野翔の新たな一面を発見し、その魅力に触れることができるこの機会を、ぜひお見逃しなく。そして、彼の今後の活躍を、一緒に楽しみにしていきましょう。平野翔と、 ボシュロムアクアロックス R の魅力が詰まったこの CM が視聴者の心にどのような影響を与えるのか今から楽しみです。